ください。16時34月羽田空港行きをご利用のお客様は先頭92番乗り場までお越しください。はい、ということで私のところにもペンライト届いたんですけど、これ本当にどうやって持つのが正解なのかっていうぐらいの感じで、私が想像してたペンライトとはちょっと形が違ったんですけど、早く次の現場に持っていきたいなって思ってます。正直これこの前のこっちの方が可愛かったんじゃないかなってちょっと個人的には思っちゃうんですけど、まあそれはね、多分愛着が持つにつれて湧いてくるんじゃないかなって思ってます。でこれ夜電池を入れて実際に光らせてみたんですけど、これカーテン開けたままやってたんで、これ絶対外から見たら異様な光景だな、青く光ってなんかズンチャズンチャみたいな感じになってたなって思いながら、そうやって考えるとちょっとおかしな光景なんですけど、これは本当にライブでどんな青な感じになるのか楽しみですね。本当に早く単独のライブ行きたいです。でライブの時って荷物が多い、重いじゃないですか。うちわとかそのカンペのボードだったりとか双眼鏡とかブルーベリーとか、もうブルーベリーこれは大事、まあ、軽いんですけど、でその中でこのペンラインとやっぱりちょっと棒タイプの方が良かったかなと思っちゃうので、これはね、なんか次現場に行った時にこの考えがどう変わるか楽しみですよね。これで良かったって言ってるかもしれない。戦中です。中みたいな。ありがとうございます。
さすが YouTuber YouTuber のマルコくん T by T の YouTuber でございますからT by T 界隈、モア界隈